深呼吸でカロリーゼロ、どうも、ナルです。今日は、デート前日の絶対にむくませない寝る前ルーティンを撮っていきたいと思います。そう、明日がね、スキピとデートの日なんです。本当はね、クリスマスに行きたかったんですけど、クリスマスがちょっと忙しい。年末なら空いてるっていうことで、明日、やっと、めちゃくちゃ久しぶりに。まあね、夏の終わりぐらいに一回告白して、振られた好きなんですけども、まあ諦めませんよ、まだ。ずぶとく行こうって思ってます。で、やっぱね、久々に会うけん、可愛いって思われたい。え、可愛くなったって思われたいよね。やけんからこそ、絶対にむくませたくない。もう今の自分のマックスで行きたいじゃんね。で、なるねえさ、めちゃくちゃむくみやすいんよ。顔と足、もうめちゃくちゃむくみやすい。よし、今日は着替えてスカート履いちゃおうと思って、スカート履いて足がパンパンすぎてズボンに履き替えたこととか何回もあるし、そんなむくみやすいなるねえが、絶対にむくませたくない日、前日にやっていることっていうのはもうこの動画に詰め込みたいと思う。もうね、改善に改善を重ねてね、この日だけは絶対にむくませたくないって日は、むくませないようにできるようになったから、まあ、そんな風にかっこつけて言っている私ですが、今ですね、ここに、でっけえネギブリができました。でっけえネギブリができました。今ね、めちゃくちゃ照明浴びてるし、コンシーラーもめちゃくちゃ塗ってるから、どれくらいカメラで見えてるかわかんないんですけど、ここに、でっけえネギブリできてるんですよ。あともう、この辺とか、もうなんか肌が荒れているんですよ。後でね、すっぴんになってスキンケアとかね、いっぱいやっていくけん、その時にね、見えると思うんですけど、もうこの辺が結構荒れてるんですよ。なれねえね。大事な日の前日に限って、めちゃめちゃでかいニキビが、できるんですよ。ね、ニキビってさ、やっと治ったわって思ったらさ、新しいのができん？顔面テラスハウスなんよ！怒ってます。なんで？って。やっと卒業していった、おめでとうって思ったら、なんですぐ入居してくるの？こっちもね、入居してきたら大歓迎したいよ。拍手で迎えたいよ。迎えたい気持ちはめちゃくちゃあるんだけど、デートの前日だけはやめたもので。まあ、そういうね、大事な日に入居してきた時の対処法とかもね、今日動画で話しながらやっていきたいと思ってます。はい、まずね、お風呂に入る前に、絶対にむくませたくない日の夜ご飯についてお話ししたいと思っちゃうけど、今日はちなみにね、オートミールを食べたの。このオートミールの動画で紹介した、チーズですね、キムチとチーズのオートミールを食べたんやけど、これめっちゃおすすめ。腹持ちもいいし、私はね、デートの前日は、何を食べるかよりも、何を食べないかについて、めっちゃ意識してる。何を食べるかじゃないよ。何を食べないかな。まあ、具体的に何を食べないかっていうと、塩分が多いもの、食べない。具体的にね、食べないもの。まず、ラーメン、スナック菓子、ジャンクフードなどです。もうマックとかね、前日だけは絶対に我慢する。まあ、マックのフライドポテトを私食べると絶対にむくむんよ。あと、アルコールとニンニク。あ、ニンニクに関してはもう、まあ、デートって接近戦みたいなとこあるやん。接近してなんぼみたいなことあるやん。その時にニンニクはちょっとね、やっぱスキピに申し訳ないかなって思うので食べないですね。はい、って感じで食事に関しては以上です。てなわけでね、今からお部屋に入って、デートに向けて、絶対にむくませない寝る前ルーティンをやっていきたいと思います。どうぞ！はい、まずはですね、デュオで化粧を落としていきます。あ、今回の動画、案件、一つもございません。勝手になるねえが紹介してるだけなので、ご了承お願いします。お風呂から上がったなるねえが一番最初にすることは、パックです。このね、メディヒールのパックめっちゃ好きで、顔面テラスハウスの入居者が多い時っていうのはもう絶対これ使ってます。今までね、いろんなパックに浮気してきたけど、やっぱりこう、ニキビの赤みを一番次の日消してくれるのは、このパックやった。で、パックが入っとった袋ありやん。もうこんなんかいいものいっぱい入っとるに決まっとうやん。やけん、とりあえず全身に塗りたくる。特にね、膝にめっちゃ塗ってる私。膝はね、意外と見られてっからね。はい、ここからね、小顔マッサージするんやけど、もうめっちゃ大事。これ YouTube に出しとるんやけど、みんなもうね、400万回も会いに来てくれてからね、私に。そんでこれやり始めてから友達にめっちゃ顔小さくなったねって言われましたとか嬉しいコメントまで残して言ってくれてもう本当に嬉しい。実は最近ね、ちょっと変えて顔痩せレベルの上がったマッサージをやっとっちゃけど、最新バージョン YouTube 出すのでお楽しみに。で、こっからストレッチをしていきます。よくね、マッサージとストレッチどっちの方が先にしたらいいですかって質問をもらうんやけど、絶対にストレッチ。っていうのも、ストレッチで普段使っとね、筋肉を緩めてからマッサージするとね、もういらないものがガンガン流れる。で、パックを剥がしてスキンケアしていく。で、この前さ、インスタのストーリーに、明日大事な日なのに、ニキビできた助けてどうにかしたいってストーリーあげたら、めっちゃいろんな回答もらったんよね。で、一番多かったのが、もう絶対に触らないことっていうのが本当に多かった。
で次にね、なるほどって思った話があってさ、絶対にスキンケアを変えないってあったんよ。なんか荒れた時ってさ、うわなんか特別なケアしないとと思ってなんかいろいろ塗りたくったりとかするじゃん。まあそれはあんまり良くないらしくて、肌が荒れた時だからこそ今まで通りのスキンケアをした方がいいって書いてあったんよ。で納得って思ったからね、こんなでっかいニキビができた日もいつも使ってる化粧水と乳液ね、イニスフリーのやつを使ってます。はい、スキンケアが終わったらね、次は足をマッサージしてきます。でね、この怪しい袋に入っとうものね、これがボディークリームなんやけど、実はなるね、今ボディークリームを作っとっちゃうね。クリームをね、自分で作ろうと思ったきっかけっていうのが、なるねえが出してるね、足痩せの動画があるんだけど、あれ2500万回もみんなが会いに来てくれてさ、で、マッサージの時に使うクリームを迷っちゃうから、もうなるねえ作ってくださいっていうコメントをたくさんもらったんよね。で、それを見て、もうめちゃくちゃ作りたいって思ったんよ。やけ今、作ってる最中です。で、みんなにお願いがあってさ、ボディークリームがね、完成していくにあたって、こう、匂いだったりとか、パッケージについてとか、アンケート取りたいよね。インスタでみんなにアンケート取りたくて、みんなの意見を聞かせてくれたらめちゃくちゃ嬉しい。みんなで作ってね、完成を喜びたい。髪を乾かす前に、ウルティアっていうのをつけるんやけど、これね、私がお世話になってね、美容師さんがおすすめしてた件買ったんやけど、めちゃめちゃいい。で、髪の毛を研いでから、髪の毛を乾かしていくんやけど、みんなさ、髪の毛に櫛を通すことをなんて言う？私さ、髪の毛を研ぐって言うんよ。だけど髪の毛を研ぐとか言わんけんって言われて、友達に髪の毛を描くやろみたいに言われたんよ。え？みたいな、髪の毛を描くって何？と思って、みんなはなんて言う？コメントで教えてください。で、最後にね、まつげ美容液を塗っていくっちゃけど、使ってるのがこれラッシュアディクトを使ってるんだけど、これがね、今年の夏の終わりぐらいにおすすめのまつげ美容液を教えてくださいっていう風に言ったら、これが一番多かったの投票が、やけんこれを買って、もうどれぐらいだろう、結構使ってるね。結果正直言うよ、長さはめっちゃ伸びた。まつ毛してるって聞かれるぐらい長さはめっちゃ伸びたけど、量は全然増えなかった。マジで個人的な意見やけど、量を増やしたいって人にはマジでおすすめしまい。だけど、量はある程度あるんだけど、長さがもうちょい欲しいんだよねって人は、もうこれめっちゃぴっちゃんこかんか。私毎日塗ろうと思ってんだけど、忘れちゃうんよ。忘れるけん、そのまあ週に4回ぐらいかな、塗ったのは。週に4回ぐらい塗ってて、マジでこの長さ。どうやったらうちらやろ、こんな感じになったの。はい、ってなわけでね、こんな感じがね、なるねえのデート前日、ま大事な日の前日の寝る前ルーティンでした。で、明日までにちょっとは薄くなっとってほしいっちゃけどね、気がなかったとしたら一緒に連れて行きますよ、デートに。はい、みんなクリスマスはスクイットデート行ったりとか、それ嬉しいことがあったりとかしたら教えてよ、 DM とかコメントとかで教えてね。もうみんなの幸せ話をおかずに白米が食べたい。はい、じゃあおやすみなさい。見てくれてありがとう。マジやばい、久々すぎて何喋ったらいいかわからん。大丈夫かな、ご飯中に口からポロってさ出てきたりとかせんかな。なんか私最近口元がめちゃくちゃ緩くてさ、ご飯中にさなんか飛んでいった時の絶望感半端なくない？あれ捉えもないんやけど。まあ大丈夫か。じゃあ終わります。待ってろよ、今日より可愛いアストラジマン。行ってきます。